ではですね、後半はですね、飯塚病院総合診療後期研修医の、座談会を開こうと思います。司会はですね、私飯塚病院総合診療科5年目の先週をしてま後期研修をしてます江本と言います。よろしくお願いします。ではですね、まずここにですね、4人の後期研修医の先生に来ていただいてますので、まずはですね、自己紹介をしていただこうと思います。まずはですね、名前とですね、あとは、卒後年数、あとは、出身の初期研修病院、あとは飯塚病院の総合診療科に、何を求めてきたのかについて、お話しいただこうと思います。ではまずは、塩塚さんからお願いします。はい、塩塚美香と申します。卒後5年目の後期研修医です。初期研修は筑波メディカルセンター病院という、関東の病院で行いました。で、私はこの4月からこちらの後期研修医として、来ています。で、将来は感染症科を専門的に勉強したいというふうに考えておりまして、その前に内科を総合的に勉強したいと考えて、こちらに研修に来させていただいています。はい、ありがとうございます。塩塚さんは感染症を将来されたいということで、1年間内科の勉強に来られていますね。では、次にですね、藤田君お願いします。あ、どうも、藤田祐介と言います。生放送緊張しますね。今卒後3年目です。で、何でしたっけ。ですね、出身の初期研修病院ですね。出身の初期研修病院は飯塚病院です。飯塚病院の総合診療科に今いる理由はですね、来年から外科をやろうと思っていて、で、その前に内科のおさらいをしようと思って来ています。はい、はい、ありがとうございます。外科を将来されたいということで、結構やっぱり内科をその前に1年間勉強するというのは珍しいかなと思うので、また後でお話を聞かせてもらおうと思います。では次にですね、竹内くんにお願いします。どうぞ。はい、こんばんは。卒後3年目ですね、3年目後期研修医の、竹内元樹と言います。僕はですね、名古屋の藤田保健衛生大学病院ですね、で、大学病院で研修をして、3年目から飯塚病院の総合診療科で研修をしています。飯塚病院には、総合診療で有名な病院ですので、総合診療とは何かというものを学びに、やってきました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。総合診療とは何かですね、また後でお話を聞かせてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。では最後に、佐々木くんお願いします。佐々木翔、卒後3年目飯塚病院出身です。総合診療科を希望した理由というと、初期研修からやっている僕らからすると、たくさんの思いがあるわけです。でもその中でも、研修をしていて一番こう手応えを感じた総合診療科で、初期研修とはまた違った立場で診療に接していけたらなというふうに思って希望しました。もともと内科志望なので、そういった意味の基礎固めっていう視点もあります。はい、ありがとうございます。将来は内科系というふうに決まっているということですので、その前の基礎固めに総合診療科で1年間研鑽を積もうというふうに、考えて残っておられるみたいですね。またその辺も聞いてみたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、もしですね、このテレビご覧の皆さんですね、もし後期研修の先生方に質問があればですね、随時ですね、ツイッターでつぶやいていただければですね、その質問をですね、振っていこうと思いますので、興味がある方はどんどん質問してみてください。よろしくお願いします。ではですね、まず一番最初はですね、総合診療とは何ぞやということを学びに来た、竹内君にちょっと話を聞いてみようと思いますけども、まずですね、飯塚病院の総合診療科っていうのはどうやって知ったんですか？やっぱりですね、特に西日本ではですね、総合診療ではすごく有名な病院ですし、いろんな雑誌を読んだりとか、いろんなインターネットだったりとかでもですね、すごく有名なので、もともと知っていました。もともとご存知だったんですね。なるほど。どんな印象をお持ちだったかとかあります？やっぱりすごく優秀なレジデントが集まって、皆さんやる気を持ってやっているっていう、ちょっと塀が高い病院なのかなっていうイメージが僕にはありました。そうなんですね。塀が高い、敷居が高いっていう感じがあったんですね。実際に来てみてどうでしたか？実際はですね、僕も最初来るときは正直すごく怖かったんですが、皆さんと一緒に、研修医下の自分のですね、下の研修医とか、同期、上のスタッフの先生含めて、すごく仲睦まじい感じでですね、朗らかにやってます。
まあ、ストレスっていうのはですねほぼなく、まあ、逆に安心して働けるっていう環境が整っている病院だというふうに感じてます。ありがとうございます。まあ初め結構冷え高かったけど頑張ってこう一歩飛び込んでみたらすごく働きやすい病院だったということですね。ああいいですね。あとその総合診療とは何ぞやっていうことなんですけども、どういった印象を持ってたんですかね。まあ、やっぱりいろんな問題点がある患者さんをまあ引き受けて、まあ、ちょっとまあ難しい診断にも迫るような、まあ、かなのかなっていうイメージはありましたけど。なるほど。まあいろんな問題ありますもんね。その医学的な問題だけじゃなくてこう、まあ、社会的な問題とかですね、そうですね、あとは、まあ、精神的な問題とかいろんなものが、うん、問題がありますもんね。そうですね。まあそういった問題をいろいろ扱ってみてどうですかね。その思ってた通りのことがこの学べたのかとか、そういうことは何かあります？やっぱりその医学的な知識っていうのも十分入ってきますし、まあ、プラスその患者さんのまあ周辺の環境だったりとか精神的な部分に対してもまあどうアプローチしていけばいいのかっていうことも十分指導してもらえるので、まあ、すごくまあ今後医師をやっていく上でまあ十分に力がついてると思います。ありがとうございます。ではですね、まあ、竹内君ばかり当ててもなんなので、じゃあとりあえず他にも何かありますか？何かある。あ、質問が来てますね。総合診療と、救急の違いは何かということですが、どうですかね。じゃあ藤田君どうですか？救急と総合診療の違いについて。総合診療と救急の違いですか。うん、まあどちらも広い分野で働かないといけないっていうのは一緒だと思うんですけど、まあ、救急はうちの病院でいうとまず救急車で搬送されたりとか救急外来を受診された人の初期診療を当たりますね。でそこで入院が必要と判断された場合に、まあ、総合診療科を含めいろんな科に振り分けられるんですけども、まあ、専門内科にこうには振り分けられないようないくつかの分野にまたがった患者さんとか、うん、あとは感染症などの、患者さんを、まあ、僕ら総合診療科が、メインで見ているというところだと思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、救急は、まあ、入り口として、まあ、非常に大事ですね。まあ総合診療科で見ない病気もたくさんありますよね。例えば心筋梗塞の患者さんも救急には来るけど入院先は循環器だったりとか、そういったことでよろしいですかね。はい、ありがとうございます。どんどんご質問来ていただければいいかなと思いますので、また質問があったらよろしくお願いします。それではですね、まあじゃあ、まあ、続いて藤田君にちょっと聞いてみたいと思うんですけども、将来外科を、希望されているということですね。珍しいかなと思ったんですよ。外科を希望していて、はい、内科の勉強したいということなんですが、はい、どういうことを勉強したくて来たとか、なんか具体的にありますか？具体的にはまあ外科も結局はですね、手術をした後の患者さんの、まあ、内科管理というのは必要になりますよね。で、まあ、そこで最低限のことは見逃さないようにしたいなと。でやっぱり自分、まあ、外科をやってて難しいなと思ったらすぐそこで内科に振るっていう判断がですね、できるようになりたいなと思って、そこへの知識を身につけたいなと思って、はい、なるほど、ありがとうございます。そうですね。では、次に、じゃあ塩塚さんは、5年目で外から来られてますね。飯塚病院にどういった、ことで、お知りになられたんですかね。はい、元々は、学生時代にサークルの先輩が飯塚病院へ、初期研修医として、来たということがあって、でその時から飯塚病院というその存在自体は、知っていました。でその後も、初期研修病院として非常に教育指導体制が整っていていい病院だということはたびたび耳にはしていましたが、まあ、学生時代にはなかなか この病院にまで見学に来ることはありませんでした。で昨年4年目になって改めて総合診療、まあ、内科を総合的に勉強したいと考えた時に、まあ、元々指導体制が整っていて総合診療で有名なこの病院で、まあ、検証をしてみたいと思って、それで、まあ、見学に来させていただいて来ることになったという経緯です。はい、ありがとうございます。ではですね、外からまた来られているということですけども、まあ、飯塚病院に来る前はどういう印象だったのかとか、来てからそれがどうかとか、まあ、もしよければ教えてもらっていいですか？そうですね、来る前は、まあ、もちろんいろんなイメージとか、まあ、いろいろなことを考えてこちらに来させていただいたんですけれども、もちろんその
教育体制が充実していて素晴らしい指導医の先生がいらっしゃって、まあ、感染症の勉強もおそらくできるといったポジティブな面もあったんですけれども、まあ、少し心配なこととして例えばその私はあまり体力がある方ではないので忙しすぎないかとかあとは当直が多くて大変じゃないかというその心配も少しありました。 ありがとうございます。まあそういった進路 の、 あのことも心配だと思うんですけども、今一つ質問が来ていて、後期研修後の進路についての質問が来ましたね。では、塩塚さん、後期研修の終了して、まあ、今5年目なのでこれで後期研修終了だと思うんですけども次の進路に関してはどのようにお考えですか。はい、現時点ではもちろんその全て決まっているわけではないんですけれども、まあ、現時点で考えていることはもう少し感染症の勉強を専門的にやりたいと考えているので来年は関東の方の病院に戻って、研修をまた再開したいというふうに考えています。でその後はまたその時によって考えようかなというふうに思ってます。はい、わかりました、ありがとうございます。では次も聞いてみましょうかね。どうですか、後期研修後の進路についてはどうですか。僕もですね、まあ、後期研修後の進路としてはもう外科として決まっていてですねもう関東の方の、大学病院に入局することは決まってます。はい、ありがとうございます。あとは、竹内くんはどうですかね。僕はですね、まあ、内科を全般に見たいという希望がありますので、まあ、総合診療も、まあ、一番に考えて、まあ、進路としてはですね、考えてますが、まあ、何かそのサブスペシャリティが取りたいものが、まあ、出てくればそういうものに関しても、まあ、学んでいきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。佐々木くんはどうですかね。僕は4月から関東の、腎臓内科に入局して、まあ、後期の研修続きをするという形で。はい、腎臓ですね。はい、ありがとうございます。ちなみに私はもうまだ後期研修の立場なんですけど、来年はですね、また飯塚病院に残ってですね、スタッフの、道をですね、こう歩んでいこうかなというふうに思ってますので、まあ、そういうですね、飯塚病院にずっと残ってスタッフとしてやってる先生もすごくたくさんいらっしゃるのでですね、皆さんもそういう道もあるってことは、知っておくといいんじゃないかなと思います。